見れなくなった。15時は厳しい。もうだけどみんながいや絶対15時やった方がいいって思うなら頑張る。頑張れないけど頑張る。え、どうしよう、何がいいんだろう。結局イベント頑張る。確かに夜配信もある。待って難しい。ちょっと画面がバグって自分の顔が半分見れないし。昼は別にできる。でも15時付近が厳しい。確かに自分の時間しっかり時間を守らなきゃいけないしね。確かにスマホ回転してみよう。あ、治った、ありがとう。朝と昼やったらポイントは重要。確かに。じゃあお昼長めにするとかどうですか。お昼長めにするはどうですか。でもワンチャンをかけて10時15分からするかとか。いや、いるか。7時半から8時にしちゃった。朝はその時間がいい、それとももっと遅くの方がいい。でも休みだから遅くの方がいいのかな。12時から13時にしよう。12時から13時にします。朝昼夜の3回。じゃあ8時から8時半でいいかな。じゃあ8時から8時半にしよう。明日の予定決定。これで決定です。確かに。でもそんな10時とかじゃなければ遅すぎずもでもいいよ。天式さん結婚してありがとう。結婚してあげる。休みじゃない人もそうだね。ということで、じゃあ決定事項、決定したのは明日8時から8時半まで。新幹線だから助かる？あ、よかった。確かに時間的に8時から8時半までと12時から13時までと12時半から24時までです。確かに様子見て日曜は別にいつでもできるから大丈夫。じゃああと何分ある？あと30分しかなかった。頑張る。通勤時間だから見れそうだ。よかった。いいとも、ありがとう。みんな教えてくれて。なので明日来てください。待ってます。じゃあプロフィールに書いておかなきゃ。書いておく、ありがとう。カラオケをします。でも何歌ってるか分かんない。みんな何が、皆さん土曜日も出勤多いんだな。あ、緑の塊？カラオケ1曲歌ったらそれの様子を見て食べましょう。48グループのみ、秋元さん、ラストアイドルとかコラボ系もいけるんじゃない。四季ピは歌えません。なんかさ、あのさ、浴衣祭りあったじゃん。浴衣祭りの時さ、本当はさ、自分ちさ、なんか本当は時仙さんの曲を歌うってもともと言って、それで提出したらなんか手記ピにされてて、紙ってか、なんかその決定事項みたいな送られてきた時になんか手記ピになってて、うちとクルさんで手記ピ歌わされそうだって。でもいや、手記ピはちょっと私セリフ言えないと思って、でも私たち
トキセンさんの曲で提出しましたよって言ったら、あ、間違えてましたって言われて訂正してくれた。よかった、言わなかった。私本当にさ、恥ずかしくて歌えないんだよね。しまっちゃった。え、何を歌えば、息をする心、息をする心、確かに息をする心、最近歌ってない。春夏秋冬調べてみよう。あるんじゃない、ない、なかった。じゃあ歌います。これ1曲歌った。夢のルート、確かに夢のルートあるのかな。懐かしい。じゃあ夢のルートか息をする頃、どっちがいいですか。どっちか二択になる。ガチ恋嬉しいな。ちょっと絡まってるから。おのっぴ、誰もありがとう。嬉しい。皆さん、あのイベントに参加してるので無料ギフトでも応援よろしくお願いします。何でも嬉しいです。夢る、あ、夢る、あ、夢る、あ、略するんだ。じゃ両方、じゃ2曲、2曲歌ったらサイダー缶の様子見る。あ、1曲歌ってサイダー缶の様子見て、サイダー缶食べてもう1曲歌うか。じゃあとりあえずこっち。ペンは横に並んでいた。同じ世代の同じ夢持つ仲間だった。大空にキスとる会った瞬間から、熱が乱れて誰もが競争し始めた。絆はやがて縦に広がり、順位が生まれてきた。早い遅い遅さができた。高い山を登るルート、それは一つじゃない。目の前の急なその斜面選ぶ人もいる。頂上へのその途中で自分が何番目か、今の居場所を知って、また頑張ればいい。戦闘の背中が遠く離れてゆく。手と手つないでいたのに、ここからじゃ届かない。力を合わせて頑張ろうと誓った。私たちいてやっぱりライバルだったの。息は苦しく、足は疲れて、立ち止まりたくなる。前も前も後ろ気になるよ。高い山を登るルート、それは一つじゃない。目の前の急なその斜面選ぶ人もいる。頂上へのその途中で自分が頑張る。
の今すぐすぎてまた頑張ればいい。美しい。そばに誰も仲間がいない。孤独を感じるけれど道は続く続くまた会えるよ。ゴールまでの願いルートみんなそれぞれだよ。遅くたって確実な道を選ぶ人も知り方が美しいと評価もされるだろう。流した汗の量も誰かが見てるよ。そう、大胆あるは、いつもゴミ持ってるね。そう、だね、楽しみ。加藤様、ピノピさん、ありがとう。ヨペリさん、タンタン、ヨペリさん、ありがとう。センターの人、ママに、どういうこと？プリン、ヨペリさん、ソラグ、ウニャツさん、ヤマちゃん、ありがとう、ペンライト。ヤマちゃん、ヨペリさん、ありがとう。ペンライト嬉しい。山ちゃんたくさんありがとう。ペンライト、ヨペリさん、タンタン、ハートありがとう。オノピー、キッチンさん、ゼロタピさん、ありがとう。リモさん、音波ありがとう。そう、ソロダンスあるよね。ちゃんちゃん、私はあれやってない。でも25日の夢のルートは2とか 2番手ぐらいだった。クルさんの次ぐらい。願いは叶う。やった。山ちゃん、ハシさん、ヨペリさん、ありがとう。日付も書き換えを。まびのびさん、ありがとう。ヨペリさん、ありがとう。ヤマちゃん、加藤さん、ヤフペリさん、ゼロタピさん、キッチンさん、ありがとう。みんなピロピロさん、ありがとう。チーム8。あ、そう、なんか、これやめとこう、言うの。でもなんかですね、いろいろ聞きました。振り付けの夢のルート、結構振り付けをなんか、なんでここはこうしたかとかね、教えてもらった。結構ヤフペリさん、ありがとう。山ちゃん、マスノリさん、ありがとう。ポンポン、ありがとう。やっぱりかな、嬉しい。そんな本当に歌ってるから。マスノリさん、ハートありがとう。ミュージックビデオ、なんの言うたいやつ、公開されたの？見てないよ私。どういうこと？ 4.7km 走る、どういうこと？気になるんば、ルンバルンバ。ロリンさん、ありがとう。ペンライト嬉しい。じゃあサイダー缶を食べます。そうなんだ。イベント頑張る、ありがとう、嬉しいよ。オノピー、レモンスター、ありがとう。たくさんありがとう。みんなたくさんありがとう。本当に嬉しいよ。みんながこうやって応援してくれて嬉しい。とても私は。日付も書き換えた方がいい。分かってるけど、ちょっと待ってて。でも見えないから大丈夫。明日には会議会いるかな。ちょっと撮ってきたいけど、どうやって撮ってこようか迷い中。ここでさ、持ってくればいいんだよね。でもちょっと今日スカートだから嫌なんだよ。足が映るんだよ。ツインテール嬉しい。今日ツインテールしたんだ。いいか、ちょっとこうやって。ちょっと待って、今からさ作ったサイダー缶を披露します。うわっ、あー危な、セーフ。Thank you.
しよう。2つだけ持っていくね。やばい、めっちゃ美味しそうだし、しかもめっちゃサイダー感、めっちゃサイダー感感があるんです。めっちゃサイダー感なんです。ちゃーん、完成。ちゃんとサイダー感です。緑です。これが本物のサイダー缶です。では食べますよ。いただきます。あ、ちょっと待って、これ固まってないかも。なんか水が出てきた。こっちの方が固まってるから、こっち食べよう。あ、え、固まってない。ちょっと待って、固まってない。え、固まってないのに、いっか、まあ、いっか。え、待って、固まってない、固まってない。え、え、固まってないよ。固まってなくても食べれるのかな。ちょっと一瞬食べてみよう、ちょっとだけ。ここだけ、上だけ食べてみます。うーん、うまい。これですよ、これです。本物のサイダー缶です。このシワシワがめっちゃ美味しい。絶対早いよね。ちょっと冷蔵庫入れてこよう。ちょっと早かったです。ちょっと配信終わる終わるくらいまでにはできると思ってたのに。めっちゃ美味しいんです。これ静岡の給食に出てくる料理です。サイダー缶です。春川さん、だるまありがとう。もう少し冷やさないと冷やしとこ。じゃあちょっと冷やし行ってきます。すいませんでした、悔しい。ソウルフードです。いでかなのスプーン、どうしよう。でもスプーン持ってた方がいいか。朝食にこれやばすぎ、胃がおかしくなりそう。よいしょ。変な感じ。よいしょ。べっこ飴を食べます。やばい、今日本当にさ、砂糖しか食べてない。べっこ飴も砂糖だよね、普通に考えてさ。お口直しっていうか、お口、お口です。直さないから、お口お口です。冷やしました。明日の朝食にちょうど A ですよ。もぐもぐ映像はぜひ X やインスタで。地元の味です。普通に、え、そう、足見えなかったでしょ。これじゃスカート長いからさ、絶対見えないと思っても普通に立っていけるって思って行った。料理してないから見える。いって、料理してても見れるよ、私料理得意だもん。より大人っぽく見える。本当？そう、このスカートちょっとなんかめっちゃいつもとなんかプリーツ、めちゃプリーツ系のスカートじゃない、ちょっと大人っぽいスカートですので。ちなみにからし大根さんのこのスクショしてあるあのアイコンにしてる写真と同じ服装だね、多分これ同じ上の服だと思う。清楚に見えた、だって清楚だもん私。明日楽しみ、ナイトクルージング楽しみ。やばい、待って、やばい、楽しみすぎる。え、どうしよう、やばい。うちめっちゃ船好きなんですよ、本当に。もうめっちゃ船好きで、もう本当に船好きで、本当に結構船好きなんですよ。だからナイトクルージングめっちゃ楽しみ。やばい、なんかほっぺ膨れてるみたいだけど、あのべっこ飴食べてるんですよ。もううち本当に横浜のナイトクルージング結構行ってたぐらいめっちゃ大好きなの、ナイトクルージング。だから大好き、楽しみ。何するの明日。サイダーかも砂糖めそうべっこ飴美味しい、甘党です。でも辛党だし、しょっぱ党でもあるし、ショコラ、コショラ、コショラだし、甘党です。でも猫舌です。
スカートかわいい、嬉しい、やった。これもグレールですよ。2000円いかなかった、1500とかな気がする。わかんない。黄金刀、え、そう、コーペイ刀、コンペイ刀、え、違う、うん、カッコン刀じゃ、なんだっけこれ、もう分かんなくなっちゃった。今自分が食べたなんだっけ、べっこう飴、べっこう飴、え、これべっこう飴って読むんじゃないの、黄色金飴って。ゆずぴさん、ありがとう。めっちゃ甘そう、めっちゃ美味しい。誰かさんカラオケ始めたからこっちに来かん。誰カラオケ始めたの、本当になんでそんなカラオケ行きたくないの。じゃあうちもカラオケしてあげよう。ニアディ兄さん、ありがとう。だるまスクショしてるのバレてるよ、写真撮りまくって。あ、そっか、明日写真会があるのか、嬉しい。大根清楚と清楚、私のこと清楚イコールいでかな、清楚かっきゃる。こんばんは。船酔わない。あ、でも最近結構酔う体質になっちゃったんだよね、車とかだから怖いけど酔わないと思います。山ちゃん千番料ありがとう。山ちゃん千番料たくさんありがとう。スカートが見たい。生誕 T シャツ申し込み今日まで、今日まで、やばい。え、19かと思ってた、今日までなんだ、今日まで、やばい。え、現地とかで買えないの。え、買えなかったらじゃあ終わりじゃん。そう、グレールめっちゃいい。こんばんは、ニョロニョロさん。病院じゃなければ行きたかった。オーピン言いたかったよ。山ちゃん千番料ありがとう。黄金刀だよ。え、そうなの、これ、これでさ、あのべっこ飴って読むのかと思った。なんかよく音読みとか訓読みとかするなるじゃん、だからべっこ飴かと思ってた。そう、山ちゃんありがとう。ピーポーですね、私を迎えに来た、よく言われます。山ちゃん千番料ありがとう。たくさん歩きおしょなんでしょ、やったらやばいじゃん。え、そうそうだよ、私めっちゃ恐怖症だよ。だから酔ってる人いるじゃん、その船とかで、船とかで酔って、うわ気持ち悪いって言ってる人も無理。もうそれ、そういう人見るとなんか涙出てくる。普通に発作が起きるぐらいうち無理なんだよね。そうだから酔えない。揺れるから天気が荒れないといいね。確かに。センターディシャツありがとう。みんなでお揃いしようね、いつ着ようかな。じゃあみんなでさ、ディズニーに来てこうよ。わさのりさん、誰もありがとう。配信何する、お話だけ、私はどんな感じで大丈夫よ。え、そう、なんか私質問募集するって言ったじゃん、それ明日の夜やろうかなって思ってたんです。めっちゃいい船なの、楽しみ。センターティッシュめっちゃ届くの楽しみ、やった。そう、船釣りできる、恐怖でしかない。オタクディズニー、え、みんなで行こうよ、みんなで行こう、みんなでディズニー行こうよ、楽しみ。揺れるねじゃない、よかった。まさしさん、誰もありがとう。わさび大学さん、誰もありがとう。嬉しい。じゃあ最後に一曲歌って終わりかな、の時間ぐらい、さっきの約束の曲を一曲歌って終わりぐらいかな、今日の配信は。いつも乗ってるから大丈夫。え、なんで、え、船操縦士ってこと。そう、クルージングなんです、楽しみ。だから早く起きないと、うん、早く起きなくても別にいいのか。あ、じゃあ何時だっけ、8時か、8時結構寝れる。今からダンスを動画見てユニットだけでも覚えて寝たいです。本当にユニットは覚えないと本当にやばい、なんか焦ってくる。本当にさ、公演のこと考えるとめっちゃ頭が焦るんですけど、頑張ります。でもたくさん公演で、僕隊、あ、違う、花だれの東京公演もだし、あの岡山の前川公演もそうだし、でたくさんなんか叶うをいいなって思ってもらえるようなパフォーマンスしたい。だから楽しみ、だからどんな辛いことも乗り越える。4位の方だいぶ差が開いてよかったけど、よかったけどどうなるか分かんない。絶対に海落とすなよって言って振りをして落ちるやつ来たりとか。ねえ、やばい、落ちないです。え、待って、ありがとう。え、びっくりした、めっちゃ。ありがとう、山ちゃん、嬉しい、嬉しすぎる、ありがとう。あ、目つぶった、やった、嬉しい、山ちゃんありがとう。たわ、嬉しい、もう本当に嬉しい、もう
もうもうまあ嬉しい、本当に頑張ろう頑張ろうって思える、ありがとうずっと本当に、ハート、かなりすましまくろ、かなりす本当に絶対に海の音で振り落ちるやつ、私でも本当海落ちたら泳げないから、本当にもう落ちたら知らない、知らないっていうか自分のことなんだけど、落ちたら泳げないです、どうしよう。ライドンさん誰もありがとう、明日の時間を知らない、そう明日の時間はこれです、こちら、高木さん誰もありがとう、ありがとう山ちゃんだわ、嬉しい、高木さんありがとう、誰も嬉しい、東京は両チケットやかった、楽しみ、そう一部二部あるからね、よかった、たくさんあって嬉しいです、海落ちれないの、落ちないでくださいね、本当泳げなくて、うち本当に溺れてるようなクロールしか溺れない、踊れ泳げないから、ありがたわありがたわ、ありがとう本当に、こんなとこびっくりだよ、山ちゃん先輩ありがとう、カナバー当たりますように、ありがとう、いてください、海に落ちるかな、何しに来てるんだよ広島松山のフリーとして、あそうなんだ、いいな、え、じゃあ私も乗れるってこと、いくらぐらいするの、え、明日じゃ松山行くってこと、どういうこと、明日の配信予定は朝8時から8時半までと12時から13時までと22時半から24時までです、3回です、山ちゃん千馬龍ありがとう、ちょっと充電があと 20% ですって止まっちゃった、日付が今日になってますよ、日付が今日になってるわよ、そう直しなさいって言われたのに直さないんです、私はだってだって後ろ向きたくないんだもん、俺やだ後ろ向くの、格好取れるからもうじゃあ21にしてどに変えたい、21一瞬ですれば加工も取れてない、バレないからね、休日に早起き、早起き苦手な人はお昼に来てくれたら嬉しいです、平田内さん早起きしてね、規則正しい生活、やまちゃん千馬龍ありがとう、高木さんタコありがとう、ミカエルさんだるまありがとう、プロフィール耐えて OK、マッツーさんおはよう、迫ってきてる、え、やばい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 、山ちゃんありがとう、うなじ、そううなじもやだ、うなじも見られるのがやだ、だからあんま後ろ向かない、山ちゃん千葉にありがとう、ソロさんありがとう、皆さん本当に広島県ありがとう、本当に本当に本当に、なんか4位との差を話したいし、ちょっとでも2位に近づきたいので、皆さんもう何でもいいので応援よろしくお願いします、お願いします、吉さんレボスありがとう、山ちゃん千馬龍ありがとう、嬉しい、正成さん誰もありがとう、そう1位になりたい、私も1位になりたいよ、抜かしたいよ、ミカエルさん誰もありがとう、本当に1位になりたいです、自分も本当に、ピロピロさんミカエルさんありがとう、みんなありがとう、嬉しい、うなじ見られるのと足見られるの、え、でもうなじはうち綺麗、別に汚くはないと思うから、うなじは最近は大丈夫、前はマジで嫌だった、まぶなぴさんハートありがとう、まさのりさんハートありがとう、みんなありがとう、本当にあさって岡山嬉しい、きなこもちさんハートありがとう、みんなありがとう、嬉しいよ本当にありがとう、じゃあちょっと最後あと1曲ぐらい終わって歌って終わる気がする、あでも飴食べてる、あ、飴食べてた、うんうん、ニートの差がめっちゃ縮まった、みんなありがとう、嬉しい、うなじ見せたからかな、えー山ちゃんありがとう、嬉しい、本当にありがとう、みんなありがとう、みなさんアフリカのおじさんありがとう、わさび大学さん、すくねさんもありがとう、みんなありがとう、本当に本当に嬉しい、そうあのね、うなじ今綺麗ですよ、もう綺麗に、あのそう綺麗に綺麗、もううち石原さとみさんぐらいのうなじの綺麗、
友達が石原さとみさんのうなじが綺麗すぎてそれなりたいって言ってて、うなじなんてものが存在するんだってそこで初めて知って、 そっからめっちゃもう綺麗です。自分は今もがガルさん、ヒロさん、ズデさん、ありがとう。うなぎぐらい綺麗、本当にそう。私うなぎちょっと苦手、食べれない。ああ美味しいけど分かんないけど、うなぎは食べたことないですけど。マサイさん、だるまありがとう。ヤフペリさん、ズデさん、ありがとう。本当にねえ、本当にありがとう。山ちゃん、うなじ見てないけどもうありがとう、本当に涙涙なんですけど、井出うなじです、よろしくお願いします。ケイタさん、だるまありがとう。ちょっとじゃあ最後1曲歌って終わりにします。時間的に嬉しすぎて涙涙井出かなです。どうしよう、歌ってる時にさ口から飴が出てきた本当に嫌だ。なんで飴食べたんだろう。噛めばいいのか。 ASMR します。やば、うわ、以上 ASMR でした。雨の、え、本当に山ちゃんありがとう。ほぼ山ちゃん、本当に本当にありがとうございます。ありがとう山ちゃん、嬉しい、もう嬉しすぎて目から鱗。いろんな字本名ですよ。歌うのかさよなら。ちょっと待ってくださいよ、なんでよ。ちゃんと ASMR になってる、やった、 ASMR YouTuber デビューだ。本当に ASMR、 笑い声うるそう、みんなの耳を壊れるかなと思った。じゃあもう歌います。叶うの夢を叶えるの今で、ありがとう本当に痛い、歯が今痛かった。ありがとう、もう夢をみんなと一緒に叶えられるように頑張ります。かぎちゃん、まっつんさん、だるまありがとう。からし大根さんありがとう。ケイトさん、だるまありがとう。ASMR の直後に大声出してカエル化させるカエル化のプロ、そううちカエル化のもう本当に擬人化。エースさん、誰もありがとう。ではなんか歯が痛い、虫歯、いや虫歯じゃないけどさ、飴食べた後さなんかジーンってするんだよね。5秒したら治った。なんか硬いもの食べると奥歯が痛くなる、こう飴噛んだりする。カエルの印象しかなかったやめて。エイさん、たかしさんありがとう。本当にたかしさんありがとう。ではいきます、頑張ろうです。まっつんさん、ハートありがとう。ゆうすけさん、だるまありがとう。真夜中は僕だけの時間だ、もう誰も眠ってしまうがいい。本当の自分でいられて息ができる。太陽が昇った大地には光と影ができてしまって、その境目に立たされた時に息が止まる。ああ夢の中と上手にやらなくちゃ、そうもっと楽しそうに生きなきゃ、そんな意識は捨てたい。君
と巡り合って僕は楽になった。普通に息を吸って普通に吐いている。君を好きになって肩の力が抜けた。僕は僕のままで変わらなくていいんだ。好きだ好きだ声に出してみる。君が君が好きだ。星空をずっと眺めてるとそう眠るタイミングを失う。目を閉じるのがもったいなくて息ができない。きっと世の中にはたくさんの見るべきものが存在していて、僕はもっと外に目を向けて息をしよう。ああ明日になればもう一度生まれ変われる。昨日までの自分のことなんてもう忘れてしまっていいんだ。息の仕方変えよう。君に教えられた新しい世界よ。思っていたよりも人生は楽しい。君に気づかされた孤独ではないこと。そう僕が勝手に背中向けてただけ。好きだ生きることは呼吸すること。急がないでゆっくりでいい。他の人と比べないで吸って吐いて自分のペースで。誰か好きになると知らぬ間に微笑む。思い浮かべるたび幸せな気持ちに。君と巡り合って僕は楽になった。普通に息を吸って普通に吐いている。君を好きになって肩の力が抜けた。僕は僕のままで変わらなくていいんだ。好きだ好きだ声に出してみる。君が君が好きだ。ありがとうございます。待って目が乾燥しちゃった。嬉しい、ありがとう。待ってミラーボール嬉しいよ、ありがとう。もうそんな時間なの？ちょっと待って待って待って、何時？待ってもう58分じゃん、やばい。待って待って、知らなかった。山ちゃん、いい、アイポーマンさん、きなこもちさん、やぺりさん、ありがとう。ズーデスさん、オノピー、ヤマちゃん、ありがとう。待って、2位になって嬉しい。ありがとう、みんなが。ありがとう、みんな、ありがとう。きなこもちさん、まさのりさん、エビさん、加藤さん、キッチンさん、エビさん、マツーさん、マツーさん、ありがとう、ミラーボール。ヤマちゃん、ありがとう、ミラーボール、嬉しい。カラの歌がほんと好き。嬉しい。待って、嬉しいよ、ヤマちゃん、ありがとう。ほんと。ありがとう、ヤマちゃん。ズーデスさん、高木さん、ありがとう、マツーさん。ペイペイさんだ、ありがとう。今日ペイペイさんのさ、あのさ、アカウントがさ出てきた。タンタン、ありがとう。やっぺりさん、ありがとう。ピロピロさん、マッチさん、タンタン、ユーイさん、ありがとう。ツーデスさん、ありがとう。カナも好き、カナも好きです。
嬉しい。もぐがるさんもありがとう、お疲れ、ありがとう、みんなありがとう、本当に。13位たまっとこさん、12位そらがにあってさん、11位みけちゃん、10位きなこもちさん、9位かつおたたきさん、8位まっぴのぴさん、7位おのぴ、6位プリン、5位エートルさん、あ変わった、13位みけちゃん、12位かつおたたきさん、11位まっぴのぴさん、10位ズーデスさん、9位おのぴ、8位きなこもちさん、7位プリン、6位エートルさん、5位ヤフベリさん、4位アイポマンさん、イポマンさん、3位マッツンさん、2位サラマンダーさん、1位ヤマちゃん、ありがとう、ヤマちゃんありがとう、みんなありがとう、マッツンさんもありがとう、サラマンダーさんもタワーありがとう、ヤマちゃんありがとう、本当に NRR0022 さんありがとう、だるま1位目指して頑張る、ありがとう、本当にみんなありがとうございました。こんな本当に楽しかったです、本当にありがとう。